はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、あるですね、M1 チャンピオンの現在の YouTube が非常に悲しいことになっていることに関するお話です。これ何かっていうとですね、まあ、M1 チャンピオンのですね、ある人物、まあ、この方後で言いますけども、この方がですね、個人で YouTube チャンネルをですね、もう1、2年やってるんですね。はい。でですね、まあ、登録者数も15万人くらいで、まあ、成功してる感じもするんですけど、まあ、昔はですね、まあ、言ってみたらですね、結構バラエティ寄りと言いますか、お笑い芸人的な企画をいっぱい上げたんですけども、それじゃ再生数が取れなくなってですね、現在はですね、なんとただのですよ、エロインタビューチャンネルと化してるんですね。はい。今回の動画はですね、その人物は誰なのか、そしてそのエロインタビューチャンネルのですね、内容とは何なのか、そしてですね、その芸人の悲しき現在についてもいろいろと喋っていきたいと思います。はい。でですね、これどういうことかというとですね、まず先にね、その芸人さんはっきり言っちゃいます。はい。これ誰かというと、ノンスタイルの井上さんなんですね。はい。まあ、ノンスタイルさんといえばですね、いつでしたっけ ?2016 年でしたっけ、そんくらいだったと思うんですけど、M1 グランプリね、まあ優勝したわけですよ。あ、2016年だったっけな、違ったっけ ?2007 年か。2007年か2006年くらいかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、昔の M1 ですね、今やってるのは一回ね、お休みがあってまた始まった新 M1 みたいなところありますけど、旧 M1 時代に優勝されたのがこのノンスタイルさんというですね、コンビなわけですね。はい。で、このノンスタイルさんといえばですね、やっぱりそのノンスタイル井上さん、ツッコミの方のですね、いわゆるそのナルシスト的なトークっていうんですかね、なんか、はい。自信過剰な部分みたいなところが、なんかみんなからいじられて、みたいな感じで、よくテレビとか出てましたよね。うん。で、実際もね、こう、ノンスタイルさんって売れた後って、どっちかっていうと、井上さんの方が目立ってたし、井上さんの方がテレビで結構見ましたよね。うん。で、この辺はですね、やっぱりその、考え方の違いも大きいみたいですね。ボケである石田さんは、どっちかっていうと別にテレビにこだわってるタイプじゃなくて、自分が好きな漫才だったりとか、漫才のネタが書けたりとか、あとはですね、舞台の演出だったりとか、そういうことができればいいっていう方なんですよね。だから石田さんって、まあ、ぶっちゃけそんなテレビにこだわってないんですよ。だから石田さんって、まあ、あんまりテレビで見なかったじゃないですか、今までも。うん。まあ、でもね、石田さんは石田さんでめちゃくちゃバリバリ活躍されてるんですね。いわゆる、その師匠方にですね、先輩のネタを書いたりだったりとか、あとは NSC 生っていう吉本のですね、お笑い学校の今講師をやっていたりだったりとか、あとはですね、いろんな舞台を自分でですね、立ち上げて、その舞台の脚本書いたりとか演出やったりとか、もういろいろなされてるんですね。はい。まあ、だから舞台中心に自分が好きな本、まあ、いわゆる台本ですね、そういうことを書くことを中心に、もうね、もうめちゃくちゃですね、広くですね、活躍されてるのが石田さんなんですね。で、対して井上さんっていうのはそのテレビ志向がすごく強くてですね、結構一人でもテレビとか出て行ってた感じするじゃないですか。ね。はい。で、そんな井上さんの現在なんですね。はい。これどういうことかっていうと、井上さんはですね、約2年前くらいに YouTube チャンネルを始めたんですね。うん。で、ちなみに、始めた時はですね、もう当て逃げ事件ってあったじゃないですか。車でぶつけちゃったやつね。はい。あれも終わった後の話です。終わって復帰した後ですよ。はい。にですね、その、YouTube チャンネルを始めたわけですよ。はい。で、始めたんですけども、まあ、言ってみたらですね、再生数が全然伸びなかったんですよね。1年以上くらい。うん。で、井上さんって一体どんな動画を上げていたかっていうと、もうほんといろんな多岐にわたる動画を上げてたんですよね。例えばですけども、いわゆるその芸人さんと、他のね、後輩芸人さんとか呼んで一緒にですね、なんちゃらゲームやってみた、みたいな感じで、ボードゲーム的なことやって騒いだりだったりとか、うん、あとは、ゲーム実況的なことをしたりとかですね。まあ、とにかくこうバラエティ寄りと言いますかですね。はい。ノンスタイル井上さんの芸人さんとしての面白さを打ち出すみたいな感じの動画をね、いろんな種類のをやってたわけですよ。まあ、ただなんですけども、再生数がついてこないと。うん。チャンネル登録者数自体は5万10万人くらいいたりするんですけど、動画の一本の再生数が1万再生を切っちゃってたりするんですよね。だからもう2000再生、3000再生くらいしかしてないわけなんですね。うん。まあ、だから、その井上さんの、まあ、言っちゃなんですけど、お笑いを見たいっていう人が世間にいなかったっていうわけなんですね。井上さんの面白いとこ見たいよっていう人がいなかったんですよ。だから全然再生数がついてこなかったと。ね。まあ、しかしですよ、皆さん。しかしなんですけども、ここ1年か半年くらい前あたりから、なんと再生数と登録者数が激伸びするんですね。はい。で、実際問題上げる動画はですね、全部数万再生、場合によっては10万超えもですね、連発っていう状態になったわけなんですね。うん。で、これなぜこんなにもですね、急にチャンネル登録者数と再生数がね、伸びたのかって話なわけですよ。ね。で、これ答えは一つでですね、要はエロの力に頼ったんですね。エロ。うん。井上さんはですね、YouTube のですね、方向性を急にですね、エロインタビューチャンネルに変えたわけなんですね。はい。で、これどういうことかっていうと、いわゆるその、AV 女優の方だったりとか、女子アナの方だったりとか、フリーアナウンサーの方だったりとか、あとはその、グラビアアイドルの方だったりとか、そういういろんな方いらっしゃるんですよ。あとモデルさんとかですね、そういうなんか世の中における、こう、美人なステータスのある女性っていらっしゃり、いらっしゃいますよね。で、そういう方々をですね、毎回ゲストに呼んで、その方々にエロいことを聞くっていうですね、はい。そういう
う動画チャンネル、動画に変えてったわけですよね。うん。だからサムネイルとかも結構ひどいこと書いてあるんですよ。ね。例えば、初めての、なんだっけ、今まで変わった場所でしたエッチの場所は〇〇とかですね。はい。初彼とどこどこ行ったらどこどこでこんなことされちゃったみたいな感じの、なんていうんですかね、こうエロ本の表紙みたいなね、なんか、すげえなんかコンビニとかっていうの売ってる下水なんかね、週刊誌の表紙とかあるじゃないですか。あんな感じのタイトルをですね、バンバンつけて、要はエロで売っていくことにしたんですよね。うん。で、僕もですね、ちょっと動画1、2本見てみたんですけども、まあ、なんとも悲しい感じでした。はい。というのはなぜかっていうと、井上さんがやる必要性が全くないんですよね。はい。だって、その動画を見てる人ってのは別に井上さんのトークが聞きたいとかなわけじゃないわけですよ。ね。それを見てる人たちってのは、この、うわ、この可愛いグラビアアイドルの子が、学生時代に彼氏とこんな場所でエッチをしただって、どこなんだろう、それ見たいみたいな、そういう人が見てるんだって、別にその井上さんが見たいわけじゃないんですよ。ね。で、実際問題、その動画の中では井上さんはインタビュアーになってるだけなんで、別にその井上さんらしさだったりとか、井上さんだからこそ聞けることとか何もないんですよね。はい。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、今までの YouTube ってのは井上さんという人物、井上さんという人間を押し出していたんだけど、それで再生数が取れなかった。だからこそチャンネルをリニューアルして、井上という人物を完全に消し去って、ただのインタビュアーでっていうですね、誰でもね、そんな器用な人間だったら誰でもできるような、ただの人となって、そしてメインをそのエロい女の子たちに変えたっていう話なんですね。で、そしたら再生数と登録者数がガンガン伸びたわけなんですね。はい。だから伸びるということは逆に言えばやっぱりみんな井上さんは見たくなかったんだなっていうね話なわけですよ。はい。井上さんという人物を殺した結果再生数が上がったわけですからね。うん。はい。まあだからですね、何度も悲しいですね。M1 チャンピオンにもかかわらずこんなことになっちゃってんだって思って僕はちょっと悲しくなりましたよ。まあ実際問題はですね、井上さんって最近テレビで全然見ませんもんね。はい。まあさっきも言いましたけど、ノンセイの石田さんはそもそもそこまでテレビで見なかったと。でも石田さんは自分で独自の活動をずっとやっていた舞台中心に。はい。でも井上さんはテレビ志向だった。でもテレビ志向の井上さんも最近テレビでは全然見なくなってしまったと。はい。ってなってしまった時に、やっぱり石田さんはいいじゃないですか。別にわざとテレビに出てないわけですが、そこまでこだわってないわけですから。ね。あ、自分でちゃんとこっちでお金を稼ぐ手段もがっつりね確保してるわけですから。でも井上さんからするとテレビというものに出なくなってしまうと自分の出所がマジでなくなってしまうわけじゃないですかね。だからこそどうしても YouTube を成功させたくて、まあそんなプライドのない方法に舵を切ったのではないかっていうね話なわけですね。うん。でですね、ちなみに最後にちょっと言っときたいのが、最近のノンスタイル井上さんはですね、YouTube これね、動画撮る前にちょっとチェックしたらですね、直近の動画はですね、井上さんがなんかの、YouTube の編集方法をプロに学ぶみたいな、そんな動画を急に投稿してたんですね。はい。まあ、つまり、エロばっかやってたのに、急にまた舵を切ってですね、井上さん主体みたいな動画を上げ出したんですよ。ね。そしたら何が起きたかっていうと、2000再生、3000再生くらいしかされてませんでした。はい。ちなみにその直近のもうちょっと前の、そのエロ系インタビュー動画、普通に5万、6万、7万再生されてました。はい。まあだから井上さん、自分を出すんじゃなくて、自分という人物は全部殺して、エロインタビューに徹した方が、再生数は伸びるんじゃないですかねっていうふうに僕は思ったというですね、話なわけです。はい。というわけでですね、今日はこれでやります。詳しいですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。